近めっきり暑くなってきたな。すっかり夏って感じがするぜ。こういう日はやっぱキンキンに冷えたジュースに限るよな。そういえばオイラたち暁ワイナリーの特別価格ぶどうジュースを買えなかったんだよな。でも今度こそ買えるような気がするぞ。早めに暁ワイナリーに行けば手に入るかもしれない。早速今から行ってみようぜ。ようこそお越しくださいました。お二方ともご無沙汰しております。変わらずお元気そうで何よりです。アデリン・メイド長、こんにちは。何かディルック様にご用でしょうか。そうだ、アデリンがここにいるなら直接アデリンに頼んでみようぜ。アデリン、実はオイラたちワイナリーの特別価格ぶどうジュースをいつも買えないんだ。だから今回は早めに来て予約しようと思って。手付金を少し多く払ってもいいから一本予約してくれないか。ええ、問題ありません。それに手付金を払う必要もありませんよ。ただしばらくお待ちいただくことになるかと思います。暁ワイナリーの特別価格ぶどうジュースは準備に結構な時間がかかりますので。このぶどうジュースを作るため毎年夏にディルック様が自ら上質なぶどうを二たる選んでいるんです。でもなんで質のいいものを安く売るんだ。上質なぶどうって聞いただけで高そうな気がするけど。旦那様はそのことについて詳しくお話しされたことはありません。ですので私も旦那様のお考えを推測することしかできませんが、特別価格はあくまで一つの手段なんだと思います。特別価格と書かれた品はお客様をより多く引き寄せることができますから。もしかすると旦那様はこれによりジュースを流行らせ人々に新しい選択肢を与えたいのかもしれませんね。そうすればアルコール依存症の人たちは理想的な代替品を見つけることができます。酔っ払って騒ぎを起こす人もいなくなりますし、お酒を飲めない人たちにとっては新たな楽しみになります。旦那様はそのような些細な収益を気にするような方ではありません。ひたすら売り上げを上げることよりもおそらく人々が節度を持ってお酒を飲んでくれることを願っているんだと思います。美酒と生活を楽しむと同時に理性を保ち他の人に迷惑をかけない、素晴らしいことでしょ。ディルックの旦那はそこまで考えてるんだな。それで今ディルックの旦那は今年のブドウを選んでるのか。いえ、まだ選んでいません。旦那様は目の前の面倒ごとを片付けてからその選定作業に移るとのことです。もしご興味を持ってくださるようでしたら旦那様からのお声掛けがあるかもしれませんね。お二方からアドバイスをいただくために
はい、お二方もご存知かと思いますが、旦那様はよくあらぬ噂を耳にしては、その不徳で無礼な輩を接待しています。今回もそれと同じです。本日旦那様が向かわれたのは高飛びの浜。お二方はお気になさらず、ワイナリーでしばしお休みになってください。ただ私はここであるお客様たちを待っていますので、代わりにヘイリーとモコがお二方をおもてなしします。不徳で無礼？なんだかアデリンの言ってることがよくわからないんだけど。あれ、もしかして闇よ、こほん、闇で悪事を働いてるアビス教団を片付けることか。ならディルックの旦那の仲間としてオイラたちが黙って見過ごすわけにはいかないぞ。ええ、お二方が協力してくださるのでしたら、こちらとしても安心です。何しろお二方は旦那様に信頼されています。実力は折り紙付きですから。お力をお貸しいただき本当にありがとうございます。気にすんな。ディルックの旦那が早く用事を済ませてくれたら、オイラたちも美味しいブドウジュースを買えるようになるしな。じゃ、出発しようぜ。高飛びの浜に行こう。旦那様とお会いになった際にはよろしくお伝えください。それからお二方ともくれぐれもお気をつけを。たとえ賞賛が9割あろうとも気を緩めてはいけない。これは旦那様からの教えです。あそこに拠点があるみたいだぞ。ディルックの旦那が外に作った拠点かな。でもなんだか様子がおかしい。まさか敵があまりに手強くて持久戦になってるとか。すぐ確認してみよう。これディルックの旦那のテントじゃなさそうだな。どっかの冒険者の拠点か。あ、そこに紙とノートがあるぞ。読んでみようぜ。あの知り合いみたいだな。とりあえずこいつのことは旦那の友達って呼ぼう。こいつはここで何か大変なことに気づいたみたいだ。でディルックの旦那に伝言を残した後ここから離れた。でもこいつもそそっかしいやつだな。この紙切れがもし他の誰かに見られたらどうするんだよ。それにノートもここに置きっぱなしだし。あ、そういえば浜辺にあった妙な地脈の汚れって、けど周りには魔物もいなかったし、おかしなところもなかったぞ。旦那の友達のノートを読んでみるか。もし読まなくてもいいなら直接あそこに行って近くで見てみようぜ。ノートが2つあるぞ。どっちのノートから読む？
よくわかんないけど、過去のディルックの旦那の功績について書いてあるみたいだな。ノートが2つあるぞ。どっちのノートから読む？違うみたいだけど、なんだか勢いがあってやる気に満ち溢れてる。まさかこれが正義の味方が力を全解放した姿なのか。確かによく見ると今のディルックの旦那より若いな。でも過去に何があったんだろう。なんでディルックの旦那はここで戦ってたんだ。後で本人に聞いてみよう。で、オイラたちはどうする？じゃあ、過去のディルックの旦那の戦いっぷりを見てみようぜ。それってつまりディルックの旦那がもう仕事を終わらせたってことか。オイラたちがあの異常な血脈の汚れにもう一度触れたらまた魔物が出てくるのかな。昔のディルックの旦那も前に他の血脈の汚れでやったように、現れた魔物を全部倒せばこの異常現象も消えるみたいだけど。いや、ただちょっと心配なんだ。だってもし好奇心旺盛な通行人が調べでもしたら、魔物が「やあ!」って飛び出してきて「カッ!」って叫びながら棒切れで殴るかもしれないだろう。そうなったら大変だ。この方が臨場感があるだろう。とにかくオイラたちはディルックの旦那に協力するため来たんだし、最後まで手伝おうぜ。ここをもう少し調べて危険がないことを確認してから帰ろう。
ひひ、そんなことないぞ。おいしいブドウジュースのためだ。よし、お前ももっと頑張ってくれよ。ブドウジュースが手に入ったら一口多くやるから。天理チョーク。立った。みんながそばにいてくれれば。西洋なる。無能。くだらない。失礼。天道万象。暗算八九。それ。くだらない。全力攻撃だ。剣女盤石。わめくがいい。無能。ここだ。はっ。無駄だ。いえ、無能。天道、ここにある。天に召せ。難攻不落。天道万象。西洋なる。はっ、ここだ。ふっ、せっ、ここだ。無能。行くぞ、せっ、ここだ。ふっ、せっ。踊りなさい。天道、ここにあり。